スタートですええー、こんにちはこんばんはえー、の方の編集でお送りしてますこの1分間の曲今日も情熱草チャンネルのニュースのトラ側から、えー、このロシア,アカウントダン100機の、えー、自爆ドローンでフォア攻撃ウ、えー、クライナ軍の向こうにロシアの 航空基地、えー、フルボッコ、さらに3 0 0 0トル飛ぶ秘密兵器も投入予定ということで、えー、今回、このウクライナは頑張って、この、まあ、60機、あれですね、えー、まあ、シンボエ研究サンさんによればこの、えー、この中型の戦略爆撃、無人ドローンですね、まあ60機以上、飽和状態で、えー、80機から100機 ということで、えー、このある程度この爆料も積んで、この、えー、ロシアの航空基地をこの,この空爆というか攻撃してますね。このことがこの、えー、特に、えー、成果上げてますね。えー、このこれはこのバックファイアーですね。そういうことで詳しくこの、えーまあえー、ドイツのビルドシが報告してますね。まあ4月にこの ロシアですかね、えー、核爆弾に使われるこの SU34、SU25 Su ですね、まあそういう,うこのことこの特に、えー、この、えーまあ、6機、えー、これ S34 かなどっちかな、えーこの、この6機を完全破壊して、えー、8機ですね、えー、詳しくはシンボーイ研究チャンネルさんでこの、えーうん えー、SU34、うんえー、を破壊したということで、えー、なかなかこれ <laughs>、えー、理解ですね、メモしましたけど、えー、そういうことで、えー、このウクライナ軍はこの空港バックで、えーこのえー、反撃してますね。またこのウクライナ君がこの1年間でこの 200社ぐらいこの無人機のドローンのメーカーがありますけど1年間に200万機を作って本当にえまあアメリカからそういうタウルスとかそういうこの長い 脳ができないので自前で作って、えー、ということでこの AI の無人機ドローンですねまあそういうことで、えー、この石油基地とか公共基地ですね特に核爆弾今回そういう、えー、この 対抗して、えー、この核爆弾を置くことで、えー、なかなかあ、フルボッコ、えー、説明式でない、ね、ですけど、詳しくはそのバックファイヤーとかそういう、うこの、特に、えー、ロシアの航空戦力を削るために、えー、まあ、石油基地、またはこの角空基地,基地ですね、さらにこの、もう予定されてますね。はい、ちょいと、はい、えー えー、なかなか、えー、この、えー、まとめがうまくいきませんけど、えー、ジョネツクサチャンネルニュースのトラガオから、ロシアカウントダウン、100機の自爆ドローンでフォア攻撃、ウクライナ軍のもうこ攻に、ロシアのお空軍基地、えー、フルボッコ、さらに300キロメートル飛ぶ秘密器、えー、兵器も投入予定ということで、引き引き、えー、この、おこの、 ジョネツカさんのロシアカントダウンをおーウォッチングしていきたいと思います。マスターとです、えー。マスターとこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願い,いたします、えー。また聖書を学びたいというお友達もよし、えー、募集してますのでよろしくお願い,いたします、えー。次回の1分間の時でお会いしましょう。マスターとでした。終げです。パッションプロジェクト、シャラム、シャラム、シャラム。